上流。ああ、頼むわ。ん？うーん。ん？おい。頼むわ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はじめまして、あゆです。今日はご指名いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょうね。そうだな静かなんですね。私、上流さんみたいな人とどう盛り上がるかって考えるのが一番燃えるんですよね。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。上流さん、お酒は結構飲める方ですか？普段どれくらい飲みます？ザルって言われるな。さすが上流さん。けど浴びるように飲んでたらすぐ体壊しちゃいますよ。一日に飲むお酒の量はほどほどにして、毎日私とここで一緒に飲みましょう。
私健康とか気を使う方なので、休日は楽な格好してることが多いですかね。パンツに健康靴とかか。そうそう、そんな感じです。アクセサリーもあんまりつけないくらいで。私ありがたいことにこのお店のナンバーワンなんですけど、上流さんってナンバーワンってどうあるべきだと思いますか。背中を見せ続ける存在かな。おお、語らずとも態度で示すってことですか。確かに見せれる余裕があればサービスの質も上がるかもしれないですね。またお待ちしてますね。あのね、よろしゅう頼んますわ。